今日はですね、淡路さんのめちゃくちゃいいサバが手に入ったので、こちらを使ってしめサバと押し寿司を作っていくっていう動画にしようと思ってます。このサバ見ていただきたいんですけど、体高がものすごいあるの分かりますかね。顔に対してこの幅がね、とっても厚いんですよね。この背が盛り上がってるっていうのがよく超えた個体っていう証拠になるので、スーパーとかでもサバを選ぶときにはできるだけ体高が高いやつを選んであげるといいサバが買えると思います。というわけで早速ね、こちらを三枚おろしにしていきましょう。頭を落として三枚におろしていきます。サバはですね、かなり身が柔らかくて身割れがとってもしやすい魚なんですよね。なので扱うときには本当に注意して丁寧にさばいていってあげてください。やば、ちょっと残っちゃったな。やっぱり綺麗な身質してますよね。いや、いいサバだ本当に。しっかりね、油も乗ってますね。はい、では3枚におろせましたので腹骨をすいていきます。すくい上げるイメージで取ってあげると薄く引けますのでね。はい、じゃあどんどんやっていきましょう。中骨も抜いていきます。この腹の身、めちゃくちゃ脂乗ってるんですよ。これ本当に食べるのが楽しみですね。いいサバ買いました。我ながら、しめサバっていうと塩で締めるのが一般的なんですが、砂糖で締めるっていう工程を入れることでもっとね、味の入りが良くなるっていう話を聞いたので、今回はね、砂糖で一回締めていきたいと思います。砂糖をマシマシで締めてみました。じゃあこれをね、ラップして傾けた状態で冷蔵庫で寝かせておきます。見てください、この水の量、めちゃくちゃ水出ますね。でこっから一度このサバを水洗いして、さらに塩で締めていきます。じゃあこんな感じでまた寝かせていきます。ちょっと締めすぎたかもしれないんですけど、これをもう一回水で洗って塩抜きをしていきます。じゃあそうしましたら、水をバットに溜めまして塩を入れていきます。ちょこっと塩を入れてあげると塩の抜けが良くなるらしいので、ちょっと試してみます。そしたらこの状態で冷蔵庫に入れまして、3時間ぐらいかな、置いておきます。はい、じゃあ塩抜きも完了しました。ということでお酢につけていきます。まず穀物酢ですね。ここにお砂糖を入れます。そして昆布入れていきます。サバ入れていきます。身割れしやすいのでね、丁寧にゆっくり入れてあげてください。キッチンペーパーですね、これを置いて、この皮目にもお酢が回るようにしてあげます。僕は浅くつけたい派なので30分以内でいきましょう。はい、じゃあね、30分経ったのでこちらを一回見てみましょうか。おっ、うん、いやー、いい感じで使ってますね。これはね、もう完璧じゃないですか。はい、じゃあこれでしめサバの完成っていきたいところなんですけど、こっからの工程がね、一番重要だと思ってます。それはね、天然のサバにはアニーが潜んでるんですよ。アニーっていうのは、まあ、アニサキスをオブラートに包んで僕が言ってるだけなんですけど、アニーがね、ここら辺にね、潜んでるので、こやつらを冷凍でね、懲らしめてやろうと思います。はい、じゃあ2日ぐらいね、この状態で冷凍していきます。はい、冷凍と自然解凍が完了しまして、だいたいね、3日ぐらい経ちました。この表面に薄皮がまだついてるので、そちらを今から剥がしていきます。で、剥がし方はっていうと、この端っこをペリペリペリっと剥いてあげて、こんな感じで取っかかりが作れましたら、この端っこを押さえてあげながらペリペリっと剥いていきます。気もしないでこうやって引いてしまうと端っこがね、すごいめくれてしまうので、それを防ぐ意味で押さえながらこうやって剥いていってあげます。はい、いやー、綺麗に剥けましたね。こんな感じです。そしたらですね、こちらは一度冷蔵庫で寝ていてもらいます。はい、じゃあ酢飯作っていきます。こんなもんでいいんじゃないでしょうか。
結構ご飯はお酢を入れることを考えてちょっと固めに炊いています。すし酢入れてきます。あんまり入れすぎるとねシャバシャバになってしまうのでちょっと様子見ながら、濡らしたキッチンペーパーでこんな感じで蓋をしてあげてちょっと置いておきます。じゃあその間にご飯に混ぜる具材、ガリですね。ガリを刻んでいきます。混ぜていきます。でここにねもう一品加えるんですよ。こちらのごまですね、いりごま、これはぜひ加えたい。もうこの時点でねうまいのが分かってしまう。しっかり混ぜてあげて、よいしょ。はい、じゃあこちら使って押し寿司作っていきます。ラップを巻いたまま切っていきます。ここから等間隔で切っていきます。最後に炙って完成したいと思います。いただきます。いやーマジでめっちゃ手間かかった今回は。じゃあ早速からしちょっとつけてお醤油ちょこっと、いただきます。いや、うめえ、これ。めちゃくちゃうまい。サバの旨味がね、ガツンときますね。いや、いいサバだな、本当に。そして、この炙ったね、香ばしさが、ふわっと鼻を抜けるんですよね。それがまたね、美味しさをね、増していくんですよね。ちょっとたまにはね、お酒っていうことで、銀河高原ビール、いただいていきます。いただきます。いや最高すぎる。はい、というわけで今日はですねしめ鯖を作ってからの押し寿司ってことでやっていきましたけれども、とにかくね油のりが良くて絶品の一言ですね。しめ鯖から作るのめんどくさいよっていう人もスーパーの市販品で十分美味しく作れるのでぜひ作ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。